ローランドからフランクフルトムジークメッセで新しくローンチする製品のご紹介させていただきます。一番上にありますのがシステム 1M という形になりまして、システム1のモジュール版なんですけれども、そのシステム1のモジュールの機能にパッチング機能を追加したものになります。もちろんプラグアウトであったりそういった機能は全部踏襲しております。さらにユーロラックの形状にはまる、もしくは19インチのラックマウントの、アングルもついております。またテーブルトップとしてもお使いいただける3ウェイで、置き方も自由に選べるモデルになっております。その下にございますのが、ユーロラックのフォーマットに、合わせたデジタルエフェクター4機種、デモラ、スクーパー、トルシード、ビットライザーという形になります。ユーロラックにはめた状態で、多くのパッチング機能を備えておりますので、はめた状態で使えますし、またテーブルトップ、で使うこともできます。また iOS、Windows、Mac の、エディターをも用意しておりまして、それで自由に内部構造を組み替えることが可能になります。最下段にありますのが、システム500シリーズとなりまして、今回参考出品させていただいているものです。マレコ社と、ローランドの共同コラボレーション製品になりまして、ローランドのシステム700-100M を元に、新しく、作り直したシリーズになります。フルアナログの、ユーロラックモジュラーで、外部電源必要なモジュラーの、形式を、取っております。全部合わせて10機種の新製品で、アイラモジュラーとしてモジュラーマーケットに参入してまいります。